では実際に使って絵を描いてみます。こちらの絵を描く過程をお見せしたいと思います。こうすると塗り漏れが分かりやすいのでおすすめです。本が完成したイメージが湧いてきてめちゃくちゃモチベーション上がります。こんにちは、イラストレーターのののまろです。今回はアプリ版クリップスタジオペイントを紹介しようと思います。そして今からびっくりすることを言います。なんとこちらクリップスタジオペイントのメーカーさんであるセルシスさんとの公式コラボ動画になります。いやーすごい嬉しい。クリップスタジオペイントとのコラボだなんてイラストレーター冥利につける一大名誉であります。頑張ります。前回動画で新型 iPad Pro がとても良かったので、アプリ版を使って iPad Pro の機能を最大限に活かしたいという感じのお話をしたのですが、アプリ版を使ったことがない方やパソコン版との違いがわかんないという方結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。今回セルシスさんにご教示いただきながらアプリ版クリップスタジオについてご紹介したいと思います。今回お話しする内容はののまろのクリップスタジオ歴とクリップスタジオのおすすめポイント、クリップスタジオシリーズにはどんな種類があるの、アプリ版と PC 版の比較、実際に使ってみて分かった違い、価格、プラン、まとめ、ぜひ最後までご覧ください。まず私のクリップスタジオを使う理由ときっかけについてお話しします。自分は以前はサイを使っていたのですが、入社したイラスト制作会社でクリップスタジオを使用していたため、自主制作の方もクリップスタジオに移行しました。自分が特にいいなぁと思う点を3つ紹介いたします。1つ目は素材が豊富なところです。クリップスタジオアセッツというサービスは、クリップスタジオシリーズで利用できるトーンや 3D などの素材をダウンロードすることができます。セルシスさん公式が公開しておられるのもあれば、一般ユーザーの方が制作投稿したものもたくさんあり、無料で使えるものもたくさんあります。またすべて商業利用も許可されているので、著作権に関して難しく考える必要がありません。2つ目はブラシの設定がとても細かくカスタマイズできるところです。ちょっとボケ感が違うなぁと思ったら、すべて数値で細かく調整ができるようになっています。散布効果を使うと同じものをたくさん描く必要がなく、ちょうどいい密度とサイズで撒き散らすことができます。この手軽さを知ってしまったらもう戻れません。自作のペンを作ることも簡単にできます。以前の職場では、他の社員さんが作成したブラシを社内で共有していました。そんな使い方もできて便利です。3つ目は使っているユーザーが多いという点です。困ったこととかわからないことがあったら、ググればマジすぐに解決策が出てきます。また、技法やブラシを公開しているユーザーがたくさんいらっしゃいます。好きなイラストレーター先生が使ってるということも多いので、メイキングも再現がしやすいですしね。ちなみに自分はよく作業イプをするクリエイターの友人に強くクリップスタジオを勧められたのが導入のきっかけの一つです。もうクリップスタジオにしろ、これがいいぞってめちゃくちゃ押されました。使い方やわからないことを通話しながら教えてもらったり、逆に自分がこうしたらいいよっていうのを教えたりしながら技術を共有していました。クリップスタジオシリーズにはどんな種類があるの？パソコン版のクリップスタジオペイントは3つのグレードがあります。 EX、プロ、デビュー、この3つです。簡単に違いを説明すると、プロがイラスト制作やデザインに便利な機能が備わっているもの、そして EX がその上位モデルで、プロの全機能プラス漫画アニメ制作に便利な機能が追加されたものになります。デビューはプロの機能の中の基本的な機能のみがある製品なのですが、バンドルなどの形で入手可能ではあるんですが、単体で購入することができないので今回は説明を割愛させていただきます。アプリ版とパソコン版の両方にプロと EX があり、それぞれの機能は同じです。
まずイラストを描きたいと思った方や初心者の方はプロでも十分かと思います。自分は漫画を描こうと思っていて、製本 3D レビュー機能が決定打となり EX を購入しました。これほんと漫画描いてる途中とか、これ一回書き出してみると本が完成したイメージが湧いてきて、めちゃくちゃモチベーション上がります。おすすめです。 PC 版アプリ版比較では、本題の iPad アプリ版との違いについてお話しします。実は機能的な違いはほとんどありません。ワークスペースもカスタマイズしたら全く同じ配置にできますし、クリップスタジオアセットの素材やブラシは変わらずに使用できます。また使える左手デバイスも異なります。 iPad 版では使える左手デバイスが少ないです。視聴者さんからはよく iPad 版は処理速度が遅そうとか、大きい絵やレイヤーを使う絵を描くと固まりそうというご意見をよく聞くんですけれども、iPad Pro 2021からは PC よりもスペックが高くなったので、今使ってみて体感上処理が遅かったり、書いててアプリが落ちてしまうっていうことはありませんでした。実際に使ってみよう。では実際に使って絵を描いてみます。こちらの絵を描く過程をお見せしたいと思います。まずちょっとした準備です。 iPad の表面なのですが、自分はガラスフィルムを貼っています。表面がツルツルして描きにくいという方は、お好みでペーパーライクフィルムを貼ってみるのもいいかもしれません。自分は見える色味が変わってしまうのが困るので、ガラスフィルムにしています。次にワークスペースです。ワークスペースとはツールなどの画面配置のことです。自分はこのように設定しました。タッチの感度が高くて、気がつかないうちにツールをタッチしてしまって変更することがあるので、ツールを左側に設定しています。手袋を使用しても5タッチが防げます。早速ラフを描きます。拡大縮小が快適に使えます。引きで見たり左右反転してみることも簡単にできます。左手デバイスが今のところないので、時間短縮のためキーボードにツールなどショートカットを割り当てて使っています。パース定規の機能を使うと、パースに沿った直線が引けるようになります。線画です。レイヤーフォルダ機能でレイヤーをまとめ、レイヤーカラー機能を使うと、簡単に下書きの色を変えて見やすくすることができます。また線画は先ほどご紹介したクリップスタジオアセッツからダウンロードした線画も塗りも厚塗りも1本でできる怠け者ブラシというものを使います。細いラインなどは境界線機能を使うと、早くまた一定の太さの線を引くことができます。鎖や衣装の柄などもダウンロードした素材でそのまま使えるようなものがたくさんあります。パーツ分けです。塗りやすいようにパーツごとにレイヤー分けをしています。私はクイックマスク機能というペンや消しゴムなどのツールで選択範囲を作れる機能を使い、パーツ分けをしています。こうすると塗り漏れが分かりやすいのでおすすめです。塗りです。塗りは先ほどの怠け者のブラシに加え、こちらもクリップスタジオアセッツからダウンロードした柔肌ブラシ、そして自作した柔らかめの消しゴムブラシを使って塗り進めています。加工です。
絵全体を統合して初期設定でついているぼかしなどのフィルター機能や色味やコントラストを調整する色調補正機能、色の明度によって設定したグラデーションの色をつけられるグラデーションマップ機能などを駆使して仕上げ加工をしていきます。この工程でもクリップスタジオアセッツからダウンロードした光や模様の素材にすごく助けられています。完成です。完成したイラストはこれらのデータ形式にて保存することができます。仕事の絵を納品するときとか印刷所に提出するときとかにこういうたくさんのデータ形式があるとめちゃくちゃ助かっています。価格プラン。価格はこのようになっております。グレートやデバイス、また月額か年額かによっても細かい価格プランがあります。ご自身の使用頻度や環境に合わせて選んでください。そしてそして無料体験ができますので、気になる方はぜひ使ってみてください。PC 版、iPad 版、Android 版は3ヶ月も無料で使用できます。また Galaxy 版は6ヶ月無料、そしてなんと iPhone 版は毎日1時間無料体験ができます。保存などの機能の制限はありませんのでフルにソフトを楽しむことができます。特にスマートフォン版は気軽に導入して使えるメリットがありますので、この機会にダウンロードしてちょっと試してみてください。まとめ。クリップスタジオペイントは今や業界水準のイラスト制作ソフトなので使っている人がとても多いという特徴があります。またペンタブレットの対応や使えるデバイスが非常に多く、またそれぞれのデバイスに合わせて細かく使いやすいようにチューニングされています。イラストを制作する側が細かいことを考えないでイラストに集中できるソフトだなぁと感じていますし、毎日絵を描く中でクリップスタジオだから表現が広がったなぁっていう場面がたくさんあります。もちろん iPad 版、Android 版など各アプリで細かく設定や調整もできるようになっています。アプリ版はそのクリップスタジオの特徴がそのままスマートフォンやタブレットでも使えるので、クリップスタジオに移行したい、パソコン版は使っているけどスマートフォンでも使ってみたい、 iPad は持ってるけどイラストに使っていないなどなど、ご興味のある方はぜひクリップスタジオペイント試してみてはいかがでしょうか。以上、iPad 版のクリップスタジオペイントって何ができるの？でした。このチャンネルではお絵かきに関する情報を発信しています。よろしければぜひチャンネル登録とグッドボタン押していただけると制作の励みになりますので、よろしくお願いします。それでは、ののまろでした。